ドラギシャビニッチはセルビアの元サッカー選手。ポジションはフォワード。国内外の数クラブを経て1990年に再びレッドスターベオグラードに席。1990から91シーズンの UEFA チャンピオンズカップ優勝に貢献するも、その後に審判への唾吐き事件を起こして出場停止を喰らい、チェコの SK スラビアプラハへと売却された。 そのため1991年のトヨタカップには出場していない。1994年7月にドラガン・ストイコビッチと共に J リーグ名古屋グランパスへと移籍。J リーグデビューから2戦目の8月27日のレッツ戦で J リーグ初ゴールを含む2ゴールを挙げた。ゴードン・ミルン監督からの評価が低く8試合に出場して5ゴールと 活躍の割に出場機会は少なかった。そのため、マスコミ人の前で公然とミルン監督を批判したこともあった。翌1995年は JFL トスフューチャーズへ移籍。ここでも監督と衝突して対談。そのまま引退している。引退後は、友人でもあるアルカンがオーナーを務めていたクラブ FK オビリッチベオグラードのディレクターに就任している。 100メートルを10秒台で走るなど、スピードに優れ、抜群の才能を持つ反面、気象の荒さでも知られたが、チームメイトからの信頼は厚く、特に森山康幸とはニックネームで呼び合う仲だった。虎の入れ墨をしていたことから、タイガーのニックネームで呼ばれていた。息子のブラダン・ビニッチもプロサッカー選手。ありがとうございます。